で、ぜひお会いしたかったんですよ。なに？そのことで？そう。ございます。昨日の夜から大嵐だったんで、その嵐の様子をお届けしたいなと思ったんだけど、ちょっと2人とも晴れ男すぎて、ただ風がめっちゃ強いな。風がめっちゃ強い。やばいマジやばい。こんにちは、タミカズさん。こんにちは。テレビを見てタミカズさんに会いたくて来たんですけど、いやタミカズさんはテレビ内見して素敵な方だなと思って。そうなんですよ。あの人気になるの素敵じゃないですか。そう、僕らもあの人を笑わせる 人たちなんで、よかったらちょっと。いや、人を笑わせるって言ったってあのあれは全然面白くない。いや、僕らの方が面白いんでちょっと見てもらっていいですか。ちょっと何を。いや、僕らのネタ。何のネタ。今からちょっとやる。今からやるネタ、はい、ネタや見てもらっていいですか。おい、りょうすけ、お前酒飲んできたやろ。お前、いや、お前青ヶ島に酒飲んでくるわけないやろ。嘘つけ、お前酒臭いぞ。いや、お前青ヶ島の人失礼や。お前ちょっと歯してみ。はぁ、シンプルに口が臭い。胃が腐っとんじゃ。はい、ありがとうございます。あの仙人って呼ばれてたじゃないですか。誰が。谷川さんが何の仙人。青ヶ島の仙人。でも結構あの青ヶ島の住民だよ。そうですよね。そうですよね。で ぜひお会いしたかったんですよ。なんでそんなことで。そう本当にあの東京には1回しか行かれたことないんですか。島を1回しか行ったこともないよ。どっちが西だかどっちが東だか分かんないよ。そうなんですか。すごい、今本当仙人、本当にこう自給自足の生活されてるんですか。すごい。ラーメン食べられるんですね。テレビでタミカズさんがラーメン食べられるっておっしゃってたんで。いい奥さんもらわなくてまた幸せになれない。それを探し求めて、出世するのが、それが本当の、出世の道なんで。そうなんです、ね。勉強になります。勉強になります、タミカズさん。タミカズさん、ありがとうございます。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 お忙しいところ。忙しいの。お前らは暇人だから、それで飯食えるから大したもん。いや、タミカズさん、ありがとうございます。すみません。お世話になりました。お会いできてよかったです。夕方帰るのか。いや、僕らあの10日に帰ります。ありがとうございます。ありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございます。伝説の青ヶ島の仙人、タミカズさん。タミカズさん、お会いできました。よし。よし。あの結論、めっちゃいい人。めっちゃいい人。で、あのテレビ通りやった。テレビ通り。で、ちゃんとラーメン、めっちゃ食うし、ラーメン今日も食うとったよ、うん、で東京にはテレビでは、ね、1回行ったってことも言ったけど、うん、まあほとんど行ったことない。 それも本当やったし、自給自足もしてるし、してる、うん、千鳥さんのネタもできたし、うん、違う考えを持ってらっしゃったから、ね、言葉がすごいなんかね、重たかったな。重たかったし、うん、勉強になった、ね、うんうん、なんかあんだけ深い人間にならなあかんな。やっぱ仙人って言われるだけのことあんな。ある、元気でよかったな。ね、うん、ずっと元気でいていただけると嬉しいね。嬉しい、うん、本当にありがとうございました。はい、よろしく。失敗したな。失敗したわ。せっかくタミカズさんに会えたのに。一番聞きたかったなあ、やりたいことと夢な。聞き忘れた。やってまった。また会ったら聞こう。滞在中にもう一回だけ会おう。住民の人たちとね、もっと交流したいってことで、うん、ちょっといろんなお家にお邪魔させていただきたいなと。待ってない。1時間。
ボー公園また来ました今日も。めっちゃ荒れてる。うわすげえ。すっごい。全然あんなことなくなってる。ちょマジ本当やりたいことあって、ジョーダンロードサービスの堀内さん。堀内さんね。そうそう、あの人のとこアイリーって、あのちょっとお礼してこ。お土産持ってってさ。そうで堀内さんのやりたいこととか夢とか、そういうのを叶えてあげたいなと。商店のね、お母さんとかめっちゃお世話になってる、世話になってるな、マジで。お世話になった人たちに、俺らが今どこにいるとかさ、今こういう気持ちでいるとか、そういうのをこう届けたいなっていう。いいね。神奈川のね、清川村でお世話だった勝美さんとか。勝美さんね。まあ今回で言うと商店のお母さんとかさ、清川村のお母さんに、今俺ら青ヶ島来たってことを送ってあげよう。絶対喜んでくれると思うし。絶対喜ぶと思う。やっぱそういう縁をつなぎたいしね。で、人にめっちゃ親切にして優しくしてるっていうね。気づかされる、気づかされる、そうそうそう、人とのつながりとか人への配慮とかそういうのは欠けてくるよなと思って、この島に来て改めて思ったな、うん、仕事につなげるとかちょっと考えちゃったりしてたもんね。そう本当に助け合ってたかなっていうのは感じるよ。親にも恩返ししたいし、親孝行したいし。親孝行はほんま一番のテーマやな、うん、だから俺とさ、万平の大阪と山口って絶対やろうや。お互い全力でサポートしてさ。そうやな、俺の時は頼むわ。凌介の時は俺に任せて。ちゃんと俺の言葉多分俺まだちゃんと言ったことないし、伝えたいなっていうのある。仕事ガーってなってるとあんまりこう気づけんところもあるやん。ある。いろいろ心配してくれてると思うし、こんな風強くてもね、飛ぶっていうのがびっくりする。小林さん、また気をつけて、気をつけて、ありがとうございます。小林さん、ありがとうございます。お気をつけて、お気をつけて。やばい。何？お母さんにいただいた。何を？おいら夕方にいつも来るから言って、うん、米炊いて、え？で、米に明太子入れてくれて。マジ？やばない。え？マジで？めっちゃうまそうやろ。マジで？今日はこれ食べなさいやって。マジ？やばいな。ほんま、俺感動した。何この優しさ。ほんま優しすぎた。え、俺らのために準備してくれてたってこと？そう、米炊いてこれも準備してくれとって。マジで？いつもこんぐらいの時間やからって。超嬉しい。やばない。ラーメンしか食べてへんかったから心配になったみたいな。マジで？やばいな。ちょっと涙ですればね。嬉しい。え、お母さん本当にありがとうございます。すいません、ありがたくいただきます。いただきます。お母さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。最高、最高です。何日ぶりのあったかいご飯の。ほんまやな。明太子好きやわ。もう大好きやわ明太子、うん、いただきます。うますぎる。マジで、うん、うますぎる。うん、めっちゃうまい。何してあげれるんやろ俺が、うん、え、炊きたて言うとったで。俺らのために炊いてくれたって。マジで、うん、どうやって恩返ししたらいいんやろ。何をしてあげれるんやろって思う、うん、マジでうますぎた。やばいな、美味しかった。マジでうまかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お母さん本当にごちそうさまでした。ありがとうございます。本当に美味しくいただきました。乾杯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 。10杯目ぐらい。酔っ払うわすぐに。で、これが